チャバーベ。どうも、アジア新聞チャンネルの矢田美洋です。今日は昨年投稿した動画、台湾の地理の教科書に日本海に余計な故障がついているという問題について動画をアップロードした後に、最新版の教科書はどのように表記されているかについて、台湾の文科省に相当する教育部へ問い合わせたところ、次のような回答が返ってきました。日付2019年12月30日、こんにちは。2019年12月18日に教育部部長宛ての電子メールで、台湾の中学校社会科教科書に日本海がどのように表記されているかについてお問い合わせをいただいておりましたが、教科書に関する件につき教育部から本院へ対応するようありました。お問い合わせの事項について以下に本院が説明いたします。1. 国民中学社会科教科書内の地図を調べた結果、中国大陸の東側、長江河口北側と韓国チェジュ島を結ぶ線より南側の水域について東海と表記しています。日本列島の西側、ロシアと朝鮮半島の東側の水域について日本海と表記しており、また日本海括弧東海とも表記しています。2. 教科書内に表記される日本海または日本海括弧東海は、日本と韓国が当該水域の名称について相違しているため、この部分については教科書出版会社は2種類の名称を並列する方式で表現しております。 3. 教科書は一つの綱領、複数の教科書の精神に基づき、その内容が綱領の規範に違反がなく不正確である疑いがなければ、本院は教科書出版会社の編集内容を尊重いたします。貴殿の小中学校の教科書に対して関心をお持ちくださりありがとうございます。また何か問題がございましたら、本院教科書研究センターよまでお問い合わせください。本院職員が誠意を持って回答いたします。国家教育研究院。はい、という回答をいただきました。回答の内容は納得のいくものではありませんでしたが、こんな外国人の問い合わせに対してもきちんと回答してくださった台湾人には本当に感謝でございます。まず対応、そして回答くださった教育部及び国家教育研究院のスタッフにはお礼を申し上げたいと存じます。ありがとうございました。回答を私なりに解釈すると、教育指導綱領の規範に違反がない場合においては教科書出版社の判断に任せるということでした。さて、我々が東シナ海と呼んでいる水域が東海と呼ばれることについては、私は全く異論はございません。世界最大で人口の最も多いユーラシア大陸の東側にある海ですので、東海でも問題ないと思います。しかし、日本海について国家教育研究院の回答にもあったように、日本、特に北海道、東北から見たら西側に存在するのに東の海というのはおかしな話だと思います。すでに東シナ海という東海が存在しているのに、なぜもう一つの東海という主張を台湾教育部は受け入れてしまっているのでしょうか。もしこの理論が通るのであれば、争議がある場所は全て両者の主張を受け入れなければなりません。ここはアルゼンチンの件で迅速の対応をしてくださった山田博史議員にまたお願いしたいところであります。まずはこの結果をツイートしますが、私のツイッターは始めたばかりでフォロワーも少ないため、露出頻度が少ないかと思います。この動画またはツイートを拡散していただければと思います。いやー、チャレンジする国がよく言う嘘も100回言えば事実になるという行為、台湾にも悪影響が出ていますね。困ったもんですね。それではまた次回をお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。